はい、エビちゃん皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ということでね、今回は、eFootball 2023の動画として、ダブルタッチがめちゃくちゃ強いっていうことを説明していきたいと思います。で、やり方なんだけど、やり方っていうよりも、シューキャンがね、昨日の動画見られた方はわかると思うんですけど、めちゃくちゃ弱くなったんですよね。こんな感じで連続でも出せないし、伸びちゃうしっていうことで、本当に弱い。今まで、シューキャンしてた人は、マッチアップにも引っかかんないし、シューキャンがね。ということで、いや、どうやってこのゴール前行ったら、相手抜いたり、剥がせばいいんだよって思う方いっぱいいたと思うんですけど、それに代わる、技というのが、ダブルタッチです。はい、ということでね、やり方なんですけど、右の方にも一応一例だけ出してます。右向いてる場合は、右スティックを下、左スティックを左です。それで出ます。今、メッシ選手でやってるので、早いダブルタッチが出ます。左の場合は、左スティックを、ボールが向いてる方向に向けて、右スティックを上、もしくは下。下押しながらね、一緒ですね。一緒にやれば、こんな感じで、何回もできます。これは応用っていうか、斜め向いてても全然できて、右下向いてる場合は、右スティックを左下に、左スティックは進行方向にって感じで、逆でもできます。これはもうどの方向でもできます。個人的にこの斜め向きのダブルタッチ一番覚えるべきかなとは思います。本当に使う場面が多いですね。この下向きでももちろん全然いいんですけど、この斜めのダブルタッチをどこでも出せるような形にやっていくとめちゃくちゃ便利だと思います。基本的な行動としては、こんな感じで切り込んでダブルタッチしてから今週、これですね。今週は絶対。本当に今回強いんで、前作っていうか2022の時もめちゃくちゃ強かったんですけど、そこは本当に長く入ってないんで、もうめちゃくちゃ強いです。もう一回見てみましょう。内側切れ込んで、ダブルタッチから根下。まずダブルタッチをすることによって体勢が良くなるんですよね。なので、めちゃくちゃシュート精度がいいボールがいきます。なので、ほぼ入る。だから、こういう時もそうだけど、斜め向きで、こうやってから、もう一回ダブルタッチしてから今週。今、ベラッティの左足だったから外しちゃったけど、ああいうの感じでね、ダブルタッチはどんな場面でも出せるようにしておく、手癖にしておくのが、個人的には、いいと思います。あとはちょっと応用なんですけど、ダブルタッチのこのワンタッチ目でシュートを打つこともできます。やり方としてはもう、やべ、すいません。やり方として、ちょっとね、たまに、試合形式じゃないと難しい部分あるんだけど、ダブルタッチ出た瞬間にもうシュートを押しとく。これですね。入った今みたいな感じで、右スティックを、もうダブルタッチの入力入った直前にもうすぐ四角シュートを押してあげる。っていうのも、本当に強いです。こうやってこういう時に、このダブルタッチだとここまでいっちゃうと、ちょっと相手に寄せられて当たれるかなっていう部分を、できなかった。本当タイミングによるんで、結構難しい部分ではあるんですけど、これも覚えておくと、すげえ楽です。で、あとは、これ、応用っていうかダイレクトもできるんですけど、こういうベラッティから、ネイマールに出しました。そしたら、ネイマールに出して、もうダイレクトでも入力入れとく。そしたら、ダイレクトで、ダブルタッチができます。これも今作個人的にはめちゃくちゃ強い。このダイレクトでダブルタッチを出せるようになることと、斜めのダブルタッチを覚える。これだけで、多分めちゃくちゃ戦術の幅広がりますね。こんな感じでダイレクトでやって、今週。外しちゃったけど、ほんとこの形は個人的に鉄板だね。本当に覚えとくべき、上位を目指すんだったら必須スキルだと思うし、やられると本当に嫌だ。もうダイレクトで、こんな感じで。さっきシュート打つって言ったけど、途中でバツパスとかやっとけば、途中でパスも出せますね。それはダブルタッチを持ってる選手のみ。できないな。これですね。今ダブルタッチの操作して途中でパスしたと思うんだけど、このダブルタッチのワンタッチ目でパスをすることもできます。これは応用だしちょっと難しいんで、あれなんですけど、このダブルタッチのワンタッチ目でパスをする。これもパパンって感じでパス出せます。これはダブルタッチ持ちじゃないとできません。ダブルタッチ持ちじゃないと、2タッチ目が発動してしまうので、ほんとちょっとそこは仕様変わったかなと思うんですけど、これなんかちょっとおしゃテクみたいな感じで。使えるので、これも覚えておくといいと思います。ちょっと説明が長くなっちゃったんですけど、本当に、ダブルタッチの、じゃあこれをどの場面で使うのかっていう、実際の試合でどういったところで使ってるかっていうのを、今からいろんなシーン見せますので、ぜひそれを見てってください。はい、ということでね、早速見ていきたいと思います。一応ね、速度をね、0.6 倍にして、まあ何してるかわからないっていう部分もあると思うので、0.6 倍にしてやってます。で、やっぱりね、使ってて多いのが斜めのパスと、これですね。この下に向かってパス。これがなんかね、体勢良くなるかわかんないけど、カットされづらいですね。で、これも、キープしてから、これダブルタッチミスっちゃったんだけど、こぼれ球をムバッペで持って、斜めにダブルタッチ。これで PK です。これね、マジでやばい。本当に強すぎる。足元出るし、PK にもなるし。これも、さっきの2個目のシーンかな。ダブルタッチの途中でパス、スルーパスですね。で、最後、シュート。で、これに続いてまた同じ試合で、これも、ダブルタッチしてから、スルーパス。これがなんかね、間抜けるんだよね。これに関してはちょっと感覚の部分もあるので、まあ、ちょっといっぱい試してみて、って感じだと思います。これもダイレクトのダブルタッチからの、エンクンクの神今週。やばすぎる。エンクンクエグすぎる。で、これも、メッシ、バッペでスペースに向かってダブルタッチ。これ多分ニアの方に打ってたら入ってたかな。これもダブルタッチの途中をやめて、まあ、取られちゃうんですけど、エンクンクで奪ってダブルタッチ。で、シュートやめて、ちょっと遊んじゃってるけどね。下に戻して、これもダイレクトのダブルタッチ。多分これ打てば入ってたね。いろいろ考えすぎて余裕あったからやってましたね。これもダブルタッチの途中シュート。動きやばいよね、本当に。にやっっていう、行くみたいな感じです。これもダブルタッチの途中シュート。途中でシュート。これがもう入りやすい、やっぱり。キーパーの動きとか挙動がおかしくなるのかわかんないけど、これマジで入りやすいですね。これも鉄板、ダブルタッチから今週。体勢崩されてるけど、なんか体勢がやっぱりダブルタッチ入力の後は良くなるんで入ります。これもダブルタッチの途中から、ニュイって動いてシュート。入ってないけど、本当にマストスキル。これもダブルタッチしてから、ダイレクト、ダブルタッチ。これ多分コントロールカーブの入力入ってれば多分入ってたかな。これも抜け出してから、ダブルタッチで1個かわしてから、ファーサイドにシュート。やばいね、これ。本当に強すぎるわ、見てて。これ相手にされたんだよね。ダイレクトのダブルタッチからキーパーの動きがちょっとやっぱおかしくなってるんで、まあ、普通に入っちゃうって感じですね。これも、ダブルタッチしてから、まあ、ほんとすり抜けて。すり抜けもあるんでね、ダブルタッチは。で、最後シュートがディフレクトしてゴールです。で、これが、まあ、唯一の得点シーンかな。この横向きのダブルタッチ。ほんとこれあんま使わないんで、まあ、ほんとこれ1本ぐらいですね。で、これが最後のシーンで入力入んなかったんですけど、めちゃくちゃ強いです。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。まあ、やっぱりね、やっててね、強いと思うのが、斜めだよね、斜め。正面でするこのダブルタッチって最後ら辺のシーンで1個使ったぐらいで、ほとんど使ってなくて、やっぱこの斜めだね。この斜めが異常に強い。横と斜め。こっちと、この斜め。これはもう絶対覚えておくべきスキルだと思うので、正直ね、これないときついと思うってぐらい、俺は、強い技だと思ってます。まあ今の、さっきのゴールシーン見ればね、あれ、たった1時間ね、40分ぐらいかな。4試合か5試合ぐらいの中で、あれだけのゴールが生まれてるから、もう絶対強いっていうのは、もう自分が保証します。なので、ね、使い方に関しては、まあ、自分で覚えていただいて、もう何度もこの形っていう感じで、感覚で覚えるのが一番いいと思うので、まあ、それでね、絶対、あと気持ちいいんで、ダブルタッチからのゴール決めると。なので、絶対、覚えてもらって、覚えたら、コメントください。ということで、今回は以上になります。よければね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。